皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2021年6月3日木曜日、仮想通貨草コイン中野研究会。えー、っとね、暑いですね、今日はね。6月になってしまってですね。 えー、雨降ってましたけれども、今日はあの晴れて暑いです。私の方はね、あの1週間ぐらい前に、えー、びしょびしょになりながらですねあ、ちょうど1週間前ぐらい、1週間前ですね、ちょう先週のそう,そう先週の木曜日に、松戸税務署に行ってですね、頭からびしょびしょになりながら、税務申告とです、ね、納税、あと消費税の納税をしてきて。 踏んだりり蹴ったりの1日でそ,その日から風邪をひいてしまいましてね、まだ治っておりません。もう1週間経つんですけどね。えー、その間、いろんなことありましたね。えー、草子にコンサルティングとか、コインマーケットキャップの救出作戦とかね、いろんなことありましてですね。で私も他にもね、今、えー、実家に来て介護の仕事してるんですけども。 まあ、いろんなことがあってですね、まああのー、2台目の車の乗車とかね、えー、いろんなことがあって、本当に、あのー、体力がね、もう底をつきましたで。昨日の朝ですね、もうこれダメだということで慌ててですね、アマゾンで薬を買って、<laughs> で今日先届いたんで、飲みました。<laughs> だいぶ楽になりましたね。 はい。コロナではないことは確かですね。コロナだったら、80歳の母ちゃんは死んじゃいますからね。はい。それでですね、今お話した例のコインエクスチェンジの同時コインの件ですね。あの、夢の10日間。コインエクスチェンジね、2年前に倒産発表して、講座を凍結しましたけども、えー、5月20日から5月30日の10日間だけ、<laughs> 再開をして、 えー、自分がその口座の中に持っていた、えー、仮想通貨を送金出金だけね、えー、できますよっていう有名な10日間が,が終わりましたねで私もねあの開いてみたら同時コインが、まあ、当時ねあの40円ぐらいだったかな40円ぐらいだったんです、えー、それがですね6000円になってましたからね送金の手続きをしました はい、これですね。で、ここの、まあもうね、ここは、えー、コインエクスチェンジ .io ですね。開こうとしても、もう、開けないんじゃなかったかな。これですね。終わりですよと。終わっちゃいましたよ。全て終わっちゃったよと。うん。で、まもなく出金処理を開始しますって書いてあって、でこれどうなってんだということですよね。はい。 でですね、実は、なんと、僕は、あの、今朝、送金が完了しました。あの、バイナンスに送金する手続きをしたんですけど、その取引所のバイナンスからね、今朝メールが来て、えー、同時コインが着金したよと、来ましたね、メールでね。で、その、これはね、あの、コインエクスチェンジの中に入っている、お前のコインはこんだけだよってことで、 まあ、あの、あとは、ゴミ靴になってましたね。それが、そのガンズなんかもね。えー、十何円とか、その感じで。同時コインだけ、えー、144枚入ってたんですよね。で、144枚っていうと、まあ、一旦これ整理してるんでね。<coughs> まあ、もういらない金額だったんですけど、144円ですね。144枚を、その頃0.2円だったんですよね。なんで。 28円ですね。28円、80銭。28円だったんで、まあ、手数料の問題考えると送金できなかったんですよね。<laughs> まあ、ビットコインにも変えられなかったんですよ。それが、今144枚ですよね。144.89709159枚なんですけども、それが今の、 えー、今の時点、今日の今、現時点ですとね、まあ、190兆円まで回復してんですよ。でビットコインが424万円。サリアムイが30万7千円で、カーダネダが195円。これね、222円までいってましたね、一瞬ね。で、同時コインがね、なんと47円まで回復してね、47.01ですよね。だから、47.019。 かけることとのえっと、144枚ですよね。144枚は6769円なんだよね。28円80銭が。不思議ですよね。爆上げですよね。で、これを、えー、送金手続きをしたんですね。えー、そしたら、こう、これ見ていただきたいんですけど、さっ今朝。 バイナンスから同時刻に到着のメール届くということで、これが届いたんですけども、も、ま、う、あ、分かりづらいな、これね、うん。で、まあ、実際に届いたのは、Yahoo の、Yahoo メールですからね。えー、<coughs> これですね、バイナンス。 これです。で、日本語にしてみようか。日本語。入金確認済み。あなたは1 3三十九9 9 9 9一四9 7 6を受け取りましたと、あのー、あのこれ同時コインを受け取ったとてことですね。えこれどこに同時コインって書いてあったあのー、はい。すいません。 もう一回見てみようか。んあ、ここに同時って書いてあるね。下に非常成最後に同時ってね。You have received 139枚の同時コインをインユーはバランスアカウントに受け取りましたと。で、ここは30秒間の出来るアンケートですよってことですね。 でもし心当たり、このことについて、心当たりがなかったら、こうせいってことですね。なんで、終わりってことですよね。で、よく見てほしいんですけど、俺、144枚じゃなかったのって話ですよね。で、これ、減ってるんです。あの、手数料で減ってるんですよ。だから、あの、おかしいなと、144. 点いくらだったんで、<laughs> ちょっと手数料いくら取られたか計算してみますけれどもえっ、ー、と <coughs> 144ですねまずはうんどうすればいいんだ 4点89709159の割ることのえ139点139点13 999149 七六うんかけるかけるえあーだから3.5%ですね約ね3.5%の手数料がかかるんですね。 だから、1000万円だったら35万円だし、100万円だったら3万5000円ですね。3.5%の送金手数料が引かれてるって感じですね。引かれて届いてる <coughs> ってことですね。で、まあ、これをですね、今のレートでやると、レートどんどん上がっていけばね、あまり気にしないでいいと思います。3.5%ね。 えー、9 9 9 1 4, 6, かけるですね。もう一回、こういうマーケットキャップを開いてですね。同時にこいうふうに見ると、47.00ですね。はい、6579円ですね。6579円。で、また、 これをビットコインに変えて、で、それで手数料取られて、それで、それをまた日本に送るとまた手数料取られるんで、まあ5000円くらいかなと。5000円くらいは日本に送れるかなと思ってるんですけど、まあ5000円をね、出金はできないので、まあ1万以上じゃないと。多分ね。だからまたいろいろね、<laughs> またいろいろあると思います。どん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 お金なくなっちゃうね。ただですね、僕の方はですね、さっき、あのー、ヤフーメール、 見ていただいたただ通りですねこうやってあの今朝何届いたのかなこれ、えー、これだからあ朝朝っていうか10あの0時16分届いてますねあ夜の、まあ、朝方ってまあ何ていうの夜,夜のっていうの12時夜の朝方0時16分届いてますね うんまあ、あれじゃないですか、送金金額が少ない人から、あの、まあ、このぐらいだったらいいやって、本人確認しなくても送っちゃえって感じで送ってんじゃないですか。で送,送金枚数が多い人は手作業で、本当にこの人大丈夫かなって、本人なのかなって、確認しながら送ってんじゃないかなと思うんですよね。なので、えっと、<laughs> まあ僕のね、コンサルティングのお客さんでも、まだ届いてないと。 みんなもう届いたのかなと思って、いろいろな人に連絡したんですけど、まだ同時コインが届いてない人がいるんですね、やっぱりね。うん。います。あと、まあ、ビットコイン、まあ、ビットコインとね、同時コイン送金したんだけど、ビットコインは届いてるんだけど、同時コインがまだ届いてないという人もいました。なので、まあ、皆さんね、焦っちゃう。まあ、僕がね、届いたんだけど、そっち届いてますかって言われると、 えー、届いてないよってなっちゃいますもんね。なので、焦っちゃうかもしれませんが、まあ、焦らずに期待して待ってみましょうねと。ということをですね、まあ、お伝えして、今日は終わりにしようかと思います。あの、まあ、同時インのね、価格がどん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 また上がってきてですね、非常にまあ、嬉しい限りなんですが、<coughs> まあ、上がれば上がるほどね、 もし届かなかったらどうしようっていう不安な気持ちもありますよね。これどんどん落ちていくのであれば、まあ届かなくてもどうせまた0.2円になっちゃうのかとかね。思うんだったらまあいいやなくなってもいいやと思うけど、これが100円200円ってどんどん上がっていったら、特になんかコインベースに上場するっていう噂もありますよね。これね。あの、同時コインがね。コインベースに、 あコインベースは取り扱い返したんですね。だからまあ上がったって話ですね、これね。うん。そうですね。うん。なので、同時コインまだまだ上がるんじゃないかなと思ってます、僕はね。まあ多分200円ぐらいまでかなと思ってますけれども。 はい、200円とか上がるといいですね、やっぱりね。うん。で、例えば、この方であれば、この方であれば、えー、同時コインが64,063枚ですよね。64,063枚って、大きいよね、やっぱりね。64,063枚かけることの、えー、今日のレートですよね。 今のレートが47円10銭ですね。47円10銭ですから。はい。三0一1、百0 10 0 100 1000万、10万、100万七千300、十30万、円と。三百万ですね。やっぱり大きいですよね。あと、他には、うん、この方 この方は1、10、100、1000万、10万、34十4360万ですね。34万4360万かける、もう一確認しましょうか。47円34千ですね。47円って34はい、1630万2000ですよね。 1630万まで上がってきましたね。だからやっぱりちょっとの、まあ5円10円で非常に大きな何百万で変わってきますから、これ、まあ 70, 70円という実績がありますからね、70円だとやっぱり2500万とか変わってきますから、まあ非常に楽しみっていうことと、そもそも,そもの話、送金、着金がね、着金がされるかされないかっていうこれドキドキ感がね、 また、あの、とても楽しみ、楽しいんじゃないかと思います。それではね、私の方は、同時合意の枚数が少なかったんで、あの、早々に、えー、着勤がされましたと。皆様も、あの、きちんとね、着勤されますように、えー、お祈りしております。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。